厚い飴状の塊に命を吹き込み、自由自在に形を操るガラス工芸。この世界に魅せられて盛岡で工房を立ち上げ、29年目を迎えたガラス工芸家がいます。グッドラックストーリー。盛岡市上与内でグラス系を主催する八木沢はじめさんは、1989年、ガラス工芸に適した気候を求め、栃木県から盛岡市に移住し、工房を構えました。盛岡の気候っていうのは作品作りに合ってるんですか？合ってます。夏でも盛岡は8月もあればもう涼しい風が吹くんで、季節がちょっと東京とか比べると短い感じがしてやりやすいですね。かつて大手電機メーカーの技術者だった経験を生かし、ガラス工芸に必要な3つの窯は全て手作り。レンガの積み上げや電気の配線も自分で仕上げました。どこかを取り出して、そこが一番難しいっていうことは本当は言えないですね。でもなんかあえて言えばタイミングを合わせるっていうか、温度を見るっていうのが大事なところではないかと思ってます。1300度以上の窯の中で溶かしたガラスを吹き竿で巻き取り、自家製の紙輪や箸、コテなどの道具を使い、まるで魔術師のように形を整えていきます。八木沢さんの良さってどんなところだと思いますか？そうですね、飾らないところですかね。花を生けなくても花瓶だけでいいっていうやつね。そうじゃなくて花が生かされるっていう、そこがね、魅力でしたね。工房は盛岡小さな博物館にも認定されており、創作工程のパネルや道具、原料などを展示、手作り体験や吹きガラス教室なども開催しています。ガラスは多様性を持っているんですけど、私が吹き出せてないなと感じはしてるんですけども、吹き出すのが自分自身であるんだったら、自分の技とか自分の心とかを鍛えないとガラスの魅力ってのは十分に引き出せないと思うんで、高めていきたいとか鍛えていきたいとは思ってるんですけども。盛岡の地に根を下ろし、創造の翼を広げる工芸家がいました。吹きガラスで創造体験、グッドラック。毎日笑顔を絶やさず、人と人とのつながりを大切にしていきます。この番組はコーレクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。